トさん、ありがとうございます。並ぶ対戦ありがとう。マイキさんありがとうございます。キノコ朝ずっと並べてました。お子さんお誕生日おめでとう。ではお祝いしますね。なおさん、とてもありがとう。ヨコさん、Happy birthday to you!Happy birthday to you!Happy birthday, Mia ヨコさん !Happy birthday to you! おめでとう!ヨコさん、お誕生日おめでとうございます。今日もお誕生日。ハッピーバースデー、ディア、カイトさん。ハッピーバースデー、トゥーユー。カイトさん、ヨコさん、お誕生日おめでとうございます。はい。お羊。お牛双子カニ座獅子座に乙女座でみんなサソリ座いて座そしてヤギ座水亀最後魚座。ありがとうございます。ちぐごさんありがとうございます。もう嬉しいです。ありがとう。やしちさんかわいい、ありがとう。おはよう。おはよう。
おはようございます。まちゃにごさめちゃかわいい、ありがとう。おはよう。そうよ、今日は、今日もね、そらはさんの、はい、代役として今日は声ラジ出演させていただきます。よろしくお願いします。そらはさんの代わりに、おはよう。お便りお待ちしております。今回のお便りのテーマはすやすやという、はい、皆さんお便りお待ちしております。すやすやっていうのがテーマです。おはよう。皆さんのね、ぐっすりせんせんみたいなのがというエピソードがあれば、ぜひぜひ送っていただけると嬉しいです。うん、おはよう。いつもね、皆さんからのお便り楽しみに待ちしておりますので、嬉しいです。ありがとうございます。はるさん、キノコありがとう。ヨコさん、花束ありがとう。エスチさん、かわいい、ありがとう。なおさん、尊いありがとう。まちゃにごたんにじゅんおじありがとうございます。まいきさん、きのこありがとう。かいとさん、かわいいとありがとう、ありがとう。すんじらんぐれさんも、とくきのこありがとう。きのこありがとう。うん、お便りください。ありがとう。堀ちゃんさん、にじの星ありがとうございます。そうですね、恋ラジに出演してると、いろんなことが学べて、本当にね、すごいいろんな知識とかね、広がるので、本当にね、今勉強中でございます、恋ラジね。うん、あよう。嬉しい。明日と明後日、ありがとう。明日ね、のピコオープニングアクトなので嬉しいです。メンバーさんとはこの間初めて、フラワーでちょっと会ったことがあったんですけど、でも前回初めてお会いした感じなので、ちょっとね、まだ慣れてはいないですね。もうちょっと慣れたいですね。うん、ナピは世界一で一番可愛い。嬉しい、ありがとう。
リンゴ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ。これがね、もう頭から離れないんです、私は。一回聞いたときに。で、木曜日、嬉しいです。嬉しい。そうよくね、指綺麗だねって、なんか長いって言われます。嬉しい。まよー、うん、袴の会社調べた。トマト、トマト、トマト、トマト。おはようございます。やっほー。ねえ、耳に残りますよね、メンバーさん。ラピちゃんしかフォローしてくださった方ありがとう。おはよう、浦部さん、キノコありがとう。毒キノコ、毒キノコ、ふんふん、毒キノコ。ビビビー、うん、確かに寝起きとか、なんか朝の配信だと赤ちゃんみたいになるねって言われるはするけど、難しいね。夜の配信だとね、大人っぽいってよく言われるんだけどね。鮭さん、ありがとう。うん、うん、ケジルベクさん、ありがとう。そうだね、一日の間にきっとね、のっぴを毎回成長してるんだよね。おはよう。おはよう。グッドモーニングです。これすごいふわふわしてるのよ。ずっとね、触ってられるね、クマ。私の机にね、今ずっと置いてるんだけど。そう。なんか、見ただけでわかる。
のね、ふわふわしてる感じ、かわいい。こういうねぬいぐるみ好きなんです。お名前決めてない。お名前はねつけてないね。くまさん、うん、机に置いてるかな。くまさん、おはようね。かわいいよね。あの結構ねミニなくまちゃんです。すごいねミニミニなくまちゃんなの。手のひらに収まるかなって感じのくまちゃんなんだけど、 D 社じゃないな、これは D 社ではない。これはね D 社ではない。はい、 What's the name of くまちゃん。決めてないです、名前を。でもくまちゃんのはくまちゃんだからくまちゃんとして撫でてる。おはよう、お仕事行ってらっしゃい、気をつけてね。ここで決めるの？いいじゃん。人形にあんま名前、あーなんか小学校低学年の時とか中学年の時は名前つけてたけど、高学年になってからぬいぐるみと遊ばなくなったしね、名前自体をねつけることが少なくなりました。ふわふわしてる。くまちゃんはくまちゃんだよね。くまって名前にします。うん、ぬいぐるみね今保管されてるのがね何個もあるよ。くまちゃんなのでくまちゃんって名前にしますね。今後全部くまちゃんになっていきそうなんだけど、くまのやつがあった。くまちゃんなのでくまちゃんって名前にします。かわいいでしょ。さすがにね、あの人間とかあの犬とかそういう名前にはしないですけど、もしねそういうことがあっても、まあ、なんとなくくまちゃんだからくまちゃんかなって思って、何号とかあくま、うん、嬉しい。初見さん、アーチェルユーさん、ラピンです、よろしくお願いします。13歳です、中学2年生です。こちらフォローボタンもちょっとよろしくお願いします。クマピーね、確かにクマちゃんです、クマピーです。
漢字で書くとあれだよ、あのクマ、クマ、あのよく知ってるクマっていう感じですね。あの漢字見ただけで怖いような、あ、そう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 、鈴鹿さん書いてた、それそれ。いろんな感じで出ていたんだけど熊とかねあったりはするけど、熊、ホワックマ、あー確かにホワホワしてるしホワイトだし、ホワックマね、めっちゃいい、あのいい名前ができたんだけど、ホワックマすごいね、ええやんええやん、ホワックマいいね、ホワックマにするか、うん、ホワックマにします。すごいいい名前が出てきた。まあここに出てくるときはホワックマっていう名前でね登場します。では名前が決まったので終わりまーす。ふわふわしてる犬にタイガーやばい、タイガーは猫科だぞ犬科じゃない、やばいやばい、あ、みんな知ってた？タイガーって猫科なんよ、さすがに知ってるか、トラも猫科だよ、タイガーとトラは一緒だけど、うん、うちの猫はあでも名前っていうのはね自由だからねふふふ、はいよー、私